三人の人物描写によるファウスト公共曲 S108 はフランツ・リストが作曲した合唱を伴う公共曲。一般には単にファウスト公共曲と呼ばれる。リストがゲーテの儀曲ファウストを知ったのはパリに定住していた1830年末に友人のベルリオーズから勧められたことがきっかけであった。リストはこの作品に深く魅了され愛読書となった。 作品の構想は1840年代に始められたが、機会があるごとに構想を練り、ある程度自身がついたところで本格的に作曲に着手したが、当初はためらいがちに作曲を進めていった。だが1852年に、ベルリオーズから劇的物語、ファウストのゴーを検定されたのを契機に音楽家を進め、1854年8月に作曲を開始し、 同年10月に300ページにも及ぶ第一項が完成した。この時点ではホルンを除く金管楽器や打楽器、ハープは楽器編成に加えられておらず、第3楽章後半のファウスト第2部に基づく神秘の合唱も書かれてはいなかった。リストはバイマルのオーケストラを使いながら作品に手を加え楽器編成を拡大したほか、1857年には、 神秘の合唱が書き加えられ、その後も編成の拡大などを含めた改定が続けられ、現在の最終的な決定項は1880年に完成した。初演は1857年の9月5日に、バイマルでゲーテとシラーの記念碑の除幕式の祝典の際に、リスト自身の式で行われ、聴衆から熱狂的に迎えられた。後に、楽譜はベルリオーズに検定されている。 この公共曲は物語の筋を追うものではなくタイトルにあるように三人の主要な登場人物の性格描写を一楽章ずつ使っていったものであり三人の性格像が八つの主題といくつかの副次的なモチーフを循環的に用いて造形的に描写されているフルート3、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルニオントランペット3、トロンボーン3、チューバー ティンパに、シンバル、トライアングル、ハープ、言語部第三楽章後半の、神秘の合唱では、テノール独唱、男性合唱、オルガンが加わる。ただし、神秘の合唱に入らずに終わることも可能で、リストはそのための短い集結部も書いており、この版が、たまに演奏されることもある。全三楽章から構成され、 全曲の演奏時間は合唱のない還元楽だけの、第1項が約70分、第2項の男性合唱付きが約75分である。実演される機会はそれほど多くはないが、多くの指揮者が録音している。ありがとうございます。